寄せますか。寄せます。寄せます。山下さんの寄せます。人間じゃないですか。人間じゃない。人間いないよ。マジですか。知らなかった。一生の思い出になる公園、一緒に作って
おしまい。君のロールールの王様の熱感動娘さん曲をお聴きいただきありがとうございます。ありがとうございます。改めまして皆さんこんにちは。私たちエイザーです。イエーイ。
です。はい、もう。じゃあ、いじめそんな。いじめに。それ食いついてる。ミキタ。はい。でもなんか、あ、今と真逆かもしれないんですけど、はい、なんか友達が絵本を作ってくれたんですよ。おお、手作りの絵本を作ってくれて、はい、全部、真っ白な、多分、売ってたんですけど。ああ、ちゃんと文章もつけて英語にしてくれたんですよ。それがすごい嬉しくて。それいつ？それは高校。今誰かの節目でしたの？すごい気になった、なんか。タンパク質なんか。そっちの方が私。で、なんかごめんね、話しすぎちゃった。絵本が？絵本が？いつもらったんだっけ？高校です。お、結構最近？そうですね、最近。いや、2年前です。うるさい。なんかずっと友達でおってねみたいなこと書かれてあって、そのままに話して、あ、いい話、いい話、いい話。すごい、何ページぐらいだったのそれ。え、何ページ、ページ結構あったかもね。結構、うん、長編、長編、長編、このぐらいですね。長編版かな。長編、誰か私の誕生日までに長編の物語作ってね。マリアがいいやん。やばいもん。DVD をいただきまして、はい、こんなん
ね、それ本当に。はい。
いいんじゃない。HR に入るとき、必ず学業と両立させる
約束も意地でも持ってますね。 HR での経験があなたをこんなにも強く成長させてくれたのですね。今こうしてステージに立っているあなたを誇らしく思います。これからも夢に向かって自分の信じた道をまっすぐ進んでください。ただ忘れてはいけないこと、それは影となり日向となり全力で応援してくださっているファンの皆さんへの感謝の気持ちです。今の自宅があるのはメンバー、社長さん、マネージャーさん、スタッフさんはもちろんファンの皆さんがいてくださったからです。こんなにたくさんの方に支えられたくさんの愛に包まれていることを忘れずにもっともっと輝いて素敵な女性になってください。21歳おめでとう。
では、いきますよ。下の…え嘘でしょ下の下ごめん、もう一回、ごめん、ごめんなさい。いきますよ。さつちゃん、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。いやー、またマイネーションにね、夢のステージを歌うなんて思ってもなかったらびっくりしたけど素敵だったよ。ありがとうございます。それでは戻っていいのかな、これ通常公演に、うん、そうだね、かたまりやっていいですか。はい、それでは続いての曲聴いてください。かたまり、くめ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 さあ
ってたりするの？ゲームは大好きで、私はファイナルファンタジーとかキングダムハーツとかバイオハザードとかをするんですよ。なるほど。あ、楽しいのだよね、キングダムハーツ。そうなんですよ。皆さんが私が宣伝するんですけど、今度プレステーション4が出るんですよ。はい、それでちょっと買ってください。私はどうぞ。もう、ありがとう。え、でも今興味ないから。私コナン君だよ。そう、コナン君だから。全く
何を言うんですか。はい、エリートでスタートをいただきありがとうございます。ありがとうございます。この新メンバー珍しいね。はい、初めての。初めてそうよ。なんかね、何いや、二人ね、仲いいや、めっちゃそうよ、仲良いね、やっぱ同期やけんさ、そう、なんか今日も移動中とかめっちゃ話しとって、そう、なんかほんまりした。ほんまりした、ほんまりした。よかった、嬉しいね。ありがとう。いいね。いいしようと思ってます。世界を勉強しようと思って。世界、おめっちゃすごいね。最初に世界を勉強するってね、なんかとんでもないよ。いや、国、あ、違う、間違った、日本しか今まで見てこなかったけ、まあね、こういろんな世界を見てみようと思って。おー、かっこいいね。かっこいいよ。ありがとう。なんでもかっこいいね、私がした。ちょっと、うずまれちゃダメ。失礼だ。だけ、なんか行ってみたい国とかおすすめの国とか教えてほしい。お、なんかあるだろう。あ、あるよ。お、何？あのね、ピサのシャトーが見てみたい。フランスか。そう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 。おーおーおー。花火になってるやんか。じゃあ、イタリア。イタリア。アメリカでした。おっしゃってた。そうそうそう。めっちゃ上ね。ちょっと間違えた。かわいい。かわいい。かわいい。イタリアです。イタリア、ピサのシャトーってあれ、斜めになってるやつよね。そう、アメリカが好きなやつ。何エッフェル塔。間違えたね。塔違いね。ちょっとね、面白いね。うん、それがね、見てみたいよ。へぇ、あれって登れる塔。ええ、いや、登れる。登れる。登れる塔。へぇ、登れる。東京タワーより高い。すごい。すごいよね、あれ。よう撮れないよね。そう。え、なんか理由とか知っとる？あ、なんか、うん、なんかね、何？検査、調査するときに、うん、砂と、なんだったっけ？あ、卵と、なんか、卵実験で、斜めの方がまっすぐ落ちるんだ。実験何の分量が違ったの？砂と、ちょっと忘れた。あ、砂忘れた、かわいい。何だったっけ？卵。Yeah.
太鼓。はい、はい、はい、では最後の曲、明太ロックをお聴きください。ありがとうございます。Thank you.
でもすごかったね。すごかったね。最初からすごい明るかった。あれなんてこう振り向いた瞬間ね、まあ、皆さんの顔がすごい鮮明にね見えました。ありがとうございます。お誕生日を皆さんで祝えてすごい感動的でした。いやなんて言うんですか、やっぱりこう途中でこう生誕祭があったからちょっと私もどうなのかなと思ったんだけど、びっくりしましたよ。びっくりした。そうそう、感動だったでしょ。でも感動しました。ありがとうございます。はい、本日はお集まりいただきありがとうございました。ありがとう。大丈夫だよ。大丈夫。ちゃんと迎えてよ。はい。迎えるよ。じ
まい子誰って誰ちょっと喋り方ちゃんと忠実に再現してなんかすごいすごいなんか上から見してみたいじゃないハウスマン誰でダンスがうまい子うまい子踊ってよみたいな、うんうんうん、なんかすごいキャプテンっぽいなすごいお姉さんだなボスだなと思って怖かったやだ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 忘れるためにそういうイメージまた再度でも今は優しいようん今は優しいよI'm gonna make you mine.
しまったんですが、私自身公演生誕祭公演は今年で3回目なんですが、 HR 史上初ということで変に緊張してて、でさっきもねずっと胃が痛い胃が痛いって裏で言ってたんですけど、その胃の痛さを吹き飛ばすぐらいの楽しさで、いや本当に3年やってきてよかったなって思います。1回目の生誕祭は、今の多分半分もお客さんが入っていない状態だったんですけど、もうそれでも嬉しかったんですけど、やっぱ席を埋めたいっていう私の思いがあって2年目期待したんですけど、やはりな後ろの方が空いてたり なんですかね、空席が目立ったわけではないんですが、やっぱ今年過去最高にファンの方が来てくれて、それが何より嬉しいです。これから、もう21歳になって皆さんにおばさんとか言われますが、そのおばさんはおばさんなりに頑張っていきますので、温かい目で見守ってください。本日はジャズI'm going to go.
使用後初回限定版が A、B、C、D と通常版と合わせて4種類ございます。いや全部揃えてね、4枚買わないといけない。いいですね。ちゃんとワンコイン版もご用意してますね。500円、本気で枚数上げていくつもりです。いっちゃいますか。目標はオリコンデイリー1位ですか。デイリーオリコンウィークリー1位ですか。あ、いっちゃったね。そうですか。これうわ、いや、多分本気出すの今回が初めて。まずいぞ。いや、もうですね、枚数上げるために500円も、レベルちょっとって感じだったんですけど、お願いして、実施に至りましたんで、ね、1000円で1枚のところが500円だと2枚。おお。ってことは5000枚が8000枚数字弱いんですよ、私は。まあ、ということですので、日々取りもよろしいことですし、そういう500円版の数字もありますし、初回限定 ABCD4 タイプに通常版なんで、本気で1位を狙っていきましょう。はい、はい、えっ、さっさと戦いできやすいんですけど。あ、はい、はい、はい、頑張ろう。はい、はい。さらにですね、もう一つお知らせがございます。それでは皆さん、あちらのオーロラビジョンをご覧ください。緊急発表。株式とか興味ありますか。株式ですか。興味ないことはないですけど。そうですね、21日おとといに、はい、ある重大な発表がされたんですね。いや、やっぱ興味ないです私。あれ、お客様でこの話やろっていうの分かる方。あれあのですね、実はですね、私の方が出している、CD レーベルの会社大間が時さん、大間が時さんがですね、新生堂さんの子会社だったんですが、株式譲渡により、10月1日付で日本コロンビアさんの子会社になってしまう、流れるということで。まだピンと来てないですね。日本コロンビアっていうのはメジャーなレコード会社なんですよ。ということはメジャーなレコード会社なのに子会社ってことは、いわゆる日本コロンビアのレーベルになってしまう。はい、大人の話で難しかったですね。ABX にいろんなレーベルがあるじゃないですか。はい、あんな感じで日本コロンビアの下に大間時が入る。はい、つまりということはメジャーデビュー。そうですね、9月11日発売で10月1日付で子会社に入るそうですから、あと3週間遅ければ。あと3週間遅ければメジャーデビューだったんですよ、日本コロンビアさんから。はい、ということでですね、今回サードシングルの次、フォースはまだ分かりませんが、サードシングルで頑張りが認められれば、もう日本コロンビアからメジャーデビューが夢じゃないね。次次第です。次でどれだけ売り上げを上げれるか。日本コロンビアさんから見て、あ、エイサーこれお金かける丸だけでもいいな、夢あるんじゃないかなって思えば、予算がですね。いや、リアルな話に。
工事のお金を出してもらえて、しかもあの日本コロンビアさん全国に営業所ありますから全国ツアーも可能なんですよ。おお、来てるでしょ。来てます。びっくりしすぎて、まあ、アーティストがメジャーに行く前にレーベルの方がメジャーに行ってしまったという。私たちはそのまま大間垣さんから次も出せ、次も次も出せるのかしら。出します。出してもらえればメジャーデビュー、正真正銘の、はい、じゃあ出させてもらえるようにみんなで頑張ります。頑張ります。サードシングル目標枚数は？目標枚数？一人100枚だと一人ぐらいなんだ。一人100枚だと？1万枚ぐらい？5万。5万枚？5万出ました。5万出ました。久米さん、キャプテンの上に何かつきませんでしたっけ？暫定。どうしますか？陣形。いや、一応ね、じゃあやる、本人のやる気次第なところもあるので、一応ですね、久米さんですね、あの学業もあるので、ちょっといきなりキャプテンは大変なんじゃないかということで、あの暫定ということで。今までやっていただいてますけど、もうかれこれ3ヶ月過ぎましたし、はい、学校との両立はなんとかやってます。そうですか、はい、じゃあ久米さん、キャプテンやるならいつやるの？今でやるよ。もう一回やるんだ。久米さん、キャプテンやるならいつやるの？今でやるよ。やります。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、あと久米さんからのご挨拶で締めていただきましょうか。急に来ましたね。じゃあ僕は去るんで、いや、なんかあのそのシングル発売についての抱負とか、キャプテンあちゃん、はい、その抱負とか、はい、わかりました。じゃあみんなね、聞いてあげて。みんな一列なの鳥です。あー、なんか意外とくなってきた。またまた意外とくなってきた。いや、とりあえず、サードシングル発売が決定しました。9月11日ということで、前回のウィークリーチャートが30位ということで、もっともっと上をね、目指したいってメンバーみんなで言ってたので、でもそれにはやっぱりファンの方の力が必要なので、ぜひ、私たちに力を貸してください。私たちも全力で頑張ります。そして、キャプテンのことなんですが、正直あまり自信は今ないんですけど、そうですね、でも26日でもう最年長単独トップとなってしまうので、みんなのお姉さんとして引っ張っていくというよりは、みんなを見守っていく感じで支えていけたらいいなと思ってます。何言っていいかわからないんですけど、